2A65、ムスタビー 152mm 榴弾砲 2A65、ムスタビーは、ソビエト連邦製の 152mm 榴弾砲である。しばしば、あるいは、ラテン文字で、マスタと大文字書きされることがあるが何かの略語というわけではなく、ムスタは、ロシア西部を流れる川の名前に由来している。この砲は、D、D-20152mm 榴弾砲の、 後継として開発され、1986年に完成した。なお、2S19 ムスタイス 152mm 自走榴弾砲の手法もこの砲が採用されている。2A65 では誘導砲弾、クラスのポリ M2 の使用が可能である。自走式ではないため、牽引車両が必要とされるが、それには、一般的な軍用トラックであるウラル -4320 が想定されている。 開発時期が冷戦終結とソビエト連邦の崩壊の直前であったため D-20 と比較して採用国は多くはないが独立国家共同対処国の陸軍あるいは海軍風評で運用されている。ロシア連邦軍の 2A65 はチェチェン紛争で実戦に投入されている。ロシア陸軍で150門、ロシア海軍風評で220門の 2A65 が運用されている。 また、グルジアも11問の 2A65 を保有している。ウクライナは270問程度の 2A65 を配備している。ありがとうございます。